ファン必見。平野翔が語る成功の秘訣と変化を恐れない生き方。平野翔さん。その名前は今や日本のエンターテイメント界を超え世界へと羽ばたこうとしています。かつて国民的アイドルグループキングプリンスのメンバーとして輝かしい成功を収めた彼ですがグループを脱退し、 新たな道を歩み始めてからわずか1年で、その存在感はさらに増しているように感じます。一体何が彼をこれほどまでに特別な存在にしているのでしょうか今年に入ってから、平野さんは数多くの有名企業の CM に起用され、世間を賑わせています。ルイ・ヴィトン、イブ・サン・ローラン・ボーテといった世界的なハイブランドから、サントリー、ボシュロム・ジャパン、 そして誰もが知る無比まで、その顔ぶれは実に多彩です。まるで、あらゆるジャンルの商品を輝かせる魔法の杖を持っているかのようです。これらの企業が平野さんを起用する理由は、もちろん彼の持つスター性やカリスマ性にあります。端正な顔立ち、鍛え抜かれた肉体、そして見るものを引きつける圧倒的な存在感は、まさに天性のものと言えるでしょう。 しかし、それだけではありません。彼が多くの人々から愛される理由は、その内面にもあるように感じます。テレビ番組などで見せる平野さんの姿は、飾らない自然体そのものです。時折見せる天然な言動は、視聴者に親しみやすさを感じさせ、お茶の間を笑顔にします。ハイブランドの広告で見せるクールな表情とは対照的な飾らない姿。 このギャップこそが彼をさらに魅力的に見せるのでしょう。関係者によると、平野さんは仕事に対して非常に真摯に取り組むことでも知られています。誰に対しても礼儀正しく、腰が低い。CM 撮影現場では、企業側の意図をしっかりと理解しようと努め、熱心にスタッフと意見交換をする姿も目撃されています。このような誠実な姿勢は、 彼がキングプリンスとして活動していた頃から変わらない、平野さんの真骨頂と言えるでしょう。平野さんのファン層は、購買力のある中高年層が中心と言われています。彼が宣伝する商品は軒並み売り上げを伸ばし、企業にとってまさにドル箱、的な存在となっているのです。大手芸能事務所を離れたにもかかわらず、 多くの企業が平野さんを起用し続けているのは彼の持つ経済効果に対する期待の表れと言えるでしょう。平野ノミクスという言葉も生まれているように彼の影響力は日本国内にとどまりません。イブサンローランボーテの広告等に抜擢されたことも彼のグローバルな人気を示す一つの証でしょう。アジア圏を中心に海外でのファンも増え続けており、 今後は海外企業からのオファーも増える可能性があります。平野翔という存在は私たちに多くの問いを投げかけます。スター性とは何か。カリスマ性とは何か。それはただ華やかなだけではない内面から溢れ出る輝きと誠実さ、そして人々を魅了するパワーなのかもしれません。彼の活躍は私たちに真のスター。 の条件を改めて考えさせてくれるように感じます。平野さんの今後の活動は私たちにさらなる驚きと感動を与えてくれることでしょう。グローバルな舞台へと羽ばたき始めた彼の物語はまだ始まったばかりです。彼の挑戦は私たちに夢と希望を与え未来への道を照らしてくれるのではないでしょうか。彼の物語が これからどのように展開していくのか、期待を持って見守っていきたいと思います。平野さんの魅力は、単に商品を売るだけの存在ではありません。彼は、多くの人々に夢と希望を与えることができる、まさに、時代を象徴するアイコンになりつつあると言えるでしょう。キングプリンス脱退という大きな決断をした時、多くの人が彼の未来を心配しました。 しかし、彼はその不安を吹き飛ばすかのように、新しい世界で輝き続けています。その姿は、私たちに変化を恐れず、自分の道を信じて進むことの大切さを教えてくれます。現代社会は混沌としています。情報過多競争激化、そして先行きの見えない不安感。そんな時代だからこそ、 人々は平野さんのような存在を求めているのではないでしょうか。彼の笑顔、彼の言葉、彼の行動の一つ一つが私たちに勇気を与え、明日への活力を与えてくれる。彼は単なるエンターテイナーではなく、人々に希望を与える光のような存在になりつつあると感じます。平野さんの魅力を語る上で、もう一つ忘れてはならない要素があります。 それは彼のミステリアスな部分です。彼は多くを語りません。自分の内面をすべてさらけ出すのではなく、どこかなぞめいた部分を残しています。それが人々の心を引きつけ、さらに深く知りたいという気持ちをかき立てるのでしょう。私たちは彼の瞳の奥に、計り知れない可能性を感じます。まだ見ぬ才能、秘めたる情熱、それらが、 これから徐々に明らかになっていくはずです。それはまるで宝探しのようなワクワク感を与えてくれます。私たちはこれからも彼の成長を温かく見守り、共に新たな時代を切り開いていくことができるのではないでしょうか。平野翔という存在は私たちに多くの問いと同時にたくさんの希望を与えてくれます。彼の未来は 私たち自身の未来と重なり合っているのかもしれません。彼の挑戦は私たち自身の挑戦へとつながっていく。私たちは彼と共に新しい時代を想像していくことができるのではないでしょうか。平野章という物語はまだ始まったばかりです。彼がこれからどんな景色を見せてくれるのか、どんな感動を与えてくれるのか。私たちは 目を凝らし、耳を澄まし、心を研ぎ澄まし、その物語を見届けたいと思います。そして彼と共に新しい時代の夢を紡いでいきたいと願っています。平野さんの物語は私たち自身の物語でもあります。私たちはみんなそれぞれの人生という物語を紡いでいます。喜び、悲しみ、成功、挫折、 様々な出来事を経験しながら一歩ずつ進んでいく。その道のりは決して平坦ではありません。迷い、悩み、立ち止まることだってあります。そんな時、平野さんの存在は私たちに勇気を与えてくれます。彼は困難に立ち向かうことの大切さ、そして夢を諦めないことの大切さを身をもって示してくれています。 彼の姿は私たちに自分の人生をもっと自由にもっと大胆に描いてみようというメッセージを送っているかのようです。平野さんの物語はまだ未完です。これからどんな試練が待ち受けているのか、どんな喜びが待っているのか、それは誰にもわかりません。しかし、一つだけ確かなことがあります。それは彼がどんな困難にぶつかっても、 決して諦めることなく、前向きに進んでいくということ。そして、その道のりの中で、必ず私たちに感動と希望を与え続けてくれるということ。私たちは、彼の物語を通して、自分自身の人生を見つめ直し、新たな一歩を踏み出す勇気を得ることができるのではないでしょうか。彼の物語は、私たちの未来を照らす光となるでしょう。 私たちは彼と共に夢を追い求める喜びを分かち合い、共に成長していくことができる。それはかけがえのない宝物になるはずです。平野の章という物語はこれからも私たちにたくさんの感動と希望を与え続けてくれるでしょう。そしてその物語は私たち自身の物語と重なり合い、より大きく、 より深みのあるものへと成長していくはずです。